イボンヌ・マリアン・ヌ・ウェリマンはハワイ生まれのアメリカ合衆国のシンガーソングライター、女優、日系アメリカ人である。1978年1月にリリースされた I Can't Have You は全米シングルチャートで第1位を記録した。この曲は映画サタデー・ナイト・フィーバーのサウンドトラックとして世界中で流行した。歌手としてグラミー賞を受賞し、 女優として映画ジーザスクライストスーパースターでゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。アメリカ合衆国のハワイ州ホノルルで日系人の母親とアイルランド系アメリカ人の父親に生まれ幼少期から父親にピアノの手ほどきを受けた。ホノルルの高校へ通い地元の学生らとバンド w e ー・ f ォ l k を結成して活動した。 同校を卒業後の1969年に、ロンドンへ行く。1969年は、ロンドンのライブハウス、フォーククラブ、バーなどで歌っていたが、作曲家のアンドルー・ロイド・ウェバーと作詞の家、ティム・ライスに才能を見出される。ロックミュージカル、ジーザス・クライスト・スーパースターの楽曲に、ディープ・パープルのヤン・ギランと共に歌手として参加した。1971年に、 ジーザスクライストスーパースターの楽曲、I Don't Know How to Love Him を歌い、全米シングルチャートで28位となる。1974年にエリック・クラプトンから招かれ、以降5年間にエリック・クラプトンバンドで、バックボーカルなどを担当する。1976年にシングル曲、Love Me が、全米シングルチャートで14位、全英シングルチャートで6位となり、続くシングル曲、 ハローストレンジャーが全米シングルチャートで15位、e g リスニングチャートで1位となる。EGs が提供したシングル曲、I Can't Have You は1978年1月に発売されて、全米シングルチャートで1位、全英シングルチャートで4位となる。映画、サタデー・ナイト・フィーバーのサウンドトラックで第21回グラミー賞最優秀アルバム賞を受賞した。 1971年にロックミュージカルジーザス・クライスト・スーパースターでマグダラ・ノ・マリア役を演ずる。1973年にノーマン・ジュイソン監督が映画化したジーザス・クライスト・スーパースターでミュージカル時代と同じくマグダラ・ノ・マリア役を主演し第31回ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。ありがとうございます。